鎌家大学校は大韓民国富山広域市にある国立大学である。1941年3月、朝鮮総督府が富山の水産業の発展のために官立専門学校として富山高等水産学校を創設し、これが1944年4月に富山水産専門学校に改称され、米軍政下の1946年に 富山水産大学に昇格する。なお、日本人教職員、学生は、下関に設立される、水産講習所下関文書に移管、移籍することになった。1990年に総合大学に昇格し、水産海洋大学、自然科学大学、工科大学、人文社会科学大学からなる体制となる。1992年には、水産海洋大学が、 水産科学大学と海洋科学大学に分離開祖され、1993年には人文社会科学大学から経営大学が分離独立した。一方、1924年に富山の宝水町に富山公立工業補修学校を創設された。富山公立実業学校、富山公立職業学校、富山第一工業学校などと公明の変遷が、 あった。戦後は、富山公立工業中学校を経て、富山工業高等学校となり、1963年に、富山工業高等専門学校に昇格した。また、1973年における国立の富山工業専門大学への転換、さらには、富山開放大学として4年生への改編が認可され、1988年3月には三。 学部からなる、富山工業大学に校名を変更した。ついで1990年には、国立、富山工業大学校に校名を変更した。1996年7月、旧教育法による、総合大学として、パワーアップを図りたい旧富山水産大学校と、総合大学への昇格を目指す、旧富山工業大学校が、合併協議の上で統合し、 国立の鎌系大学校として新発足した。なお、旧水産大の敷地は大淵キャンパス、旧工業大の敷地は竜津キャンパスと称される。鎌系大学の特色の一つとして外国人を多く受け入れている点がある。現在1000人を超える外国人が在籍している。日本、中国、ミャンマー、インド、ベトナム、ロシア、モンゴルをはじめとする。 世界各国からの留学生を受け入れている、現在の学部、大学院の構成は以下の通り、ありがとうございます。